5番車の平原康太、北の後ろ、1番車の脇本が6番手、2番の古性マーク、4番郡司は8番手、残り2周を迎えます。1コーナーから2コーナー上昇、1番車の脇本が踏み上げるが、前から8番車の新山応戦する北勢、新山恭平、6番の新田雄大2番手、脇本は3番手、9番車佐藤慎太郎3番手で、4番郡司が4番手切り込むか、7番車の森沢と4番手やり合って、1番車の脇本雄太立て直して5番手回り、6番手最終2コーナーからバック逃げる新山、2番手6番車の新田、中段からまくる脇本、2番の古性優作、近畿が上がってくる番手から6番車の新田も出る体勢、まもなく4コーナーから直線です。先頭6番車の新田雄大、新田先頭ゴール。前では3番の犬伏のアウトに4番の増木、残り2周を通過、誘導引きます。抑えた増木、3番の犬伏一旦下げます。増木が抑えて吉田2番手、7番神奈川に2番の山口が4番手、マークは浅い4番手のところで、犬伏がイン、外は2番の山口健也、山口がうまく4番手を取るか、4番増木の先行体制で8番の吉田、3番手からは神奈川が行って、2番の山口に浅井がマーク、3番犬伏は6番手、9番町田で、5番の清水最後方から1番の深谷智弘、逃げる4番の増木、車間を取りながら8番吉田、7番の神奈川大斗が3番手、まもなく4コーナーで先頭4番車の増木が逃げる、後位から8番車の吉田が追い込んできました。8番吉田、7番の神奈川。残り2周を通過します。5番の石井からまずは動いて、4番手の外まで石井が上がります。後ろ3番の荒川光、6番の梅川の方は下げました。6番手前、4番の奥井の先行体制、1番の石井博子が2番手、2番の日野、5番の石井貴子、3番荒川といって車間を取っています。6番の梅川に7番の小林理子が後ろ回っています。ジャンの4コーナーからまもなくメインスタンド前、ペース上げていきます。4番車奥井文、2番手1番の石井博子、2番の日野未来が3番手、5番の石井貴子4番手、6番手から6番車の梅川がやってくる。バックストレッチ先行4番の奥井、2番手は1番の石井博子、外から6番車の梅川風子のまくり、5番の石井貴子がいます。まもなく4コーナー、1番の石井博子、先頭1番車の石井博子ゴールイン、石井博子です。6番の山原の先行体制、7番太田が2番手、4番久米、3番小林と行きまして、2番の佐藤、1番小玉は6番手で、5番の柳原7番手、2番手の7番車の太田が前とかなり距離を取って、5番手の2番車の佐藤も前と車間を空けています。誘導は引いています。短期前は6番の山原、そして仕掛ける4番車の久米、そして後ろから1番の小玉、2番の佐藤、2番車佐藤と小玉が来て最終周回、先行2番車の佐藤美奈、近づいて1番車の小玉まくり、早めまくりで先頭に立つ小玉葵、2番手5番車の柳原、内々2番車の佐藤が粘って、7番の太田が3番手、4番の久米がいて2センターを回る、小玉が逃げる、5番の柳原直線、先頭1番車の小玉先頭ゴール、外は7番の太田。ゆっくりとその北日本勢がアウトコース上がります。その新山の動きを見て、6番増木も牽制しながら踏み込み、関東勢が主導権掴んでくるか、脇本の外で新山一旦止まり、
6番の増木がペースを上げていく。増木先行体制、そして4番の平原関東勢主導権で、3番手アウトコースから9番の新山踏み込んで、新山と増木での先行争い突っ張ります。関東勢逃げる6番の増木、マーク4番の平原、その後ろ1番脇本、5番の古生、近畿勢が中段キープし、逃げる6番の増木、増木の逃げ、番手4番の平原、関東勢主導権で2番の松浦が自力踏み込んで落車のアクシデント、5名が落車というアクシデント。7番の佐藤が自ら踏み込んで、6番の増木、外踏み込んでくるのは7番の佐藤、そして4番の平原、落車をかわして踏み込んでくる7番の佐藤、6番増木、4番平原、そして9番新山といった体制。まず動いたのは1番山口、ゆっくり踏み込み犬伏を牽制し、一旦6番手も収まります。9番犬伏後方まで下がり、前では6番の姿、後ろ警戒しながらも中段回って2番の古生、後方からの巻き返しまだなく、ジャンを聞いたところで山口が踏み込んでいく。7番の浅井を内を救い、1番山口が外から、中部勢の連携前段取るが、9番犬伏がそのもつれを一気に叩きに来る。1番山口逃げるが、一旦2番手9番犬伏、しかし休むことなく踏み込んで、犬伏そして3番山田と西日本勢抜け出して、2番の古生がまくりを放つ。先頭逃げる9番犬伏、マークは3番の山田、まくっていく2番の古生、5番の田川、大阪勢のまくりが逃げる9番の犬伏捉えるか、しかし粘る犬伏、犬伏が粘りを見せて振り切って、3番山田、外は2番の古生。前で新山がその後ろからの仕掛けを警戒し、突っ張り先行ありそうな1番の新山、マークは5番の佐藤、続くは7番の大森の北日本、9番の太田はまだ6番手、まずは4番伊藤が後方から踏み上がりを見せるんですが、前段1番の新山が後ろを警戒しながら逃げ体勢固めてくるか、マーク5番の佐藤、続くは7番の大森、ジャンを前にして9番の太田が踏み込んでいった。太田のダッシュに1番の新山が突っ張って、しかし叩いて9番の太田、3番清水若干反撃もなんとか食らいつき、9番の太田の逃げ、マークは3番の清水、その行為には4番の伊藤が追走、1番の新山包まれて、今度は2番の吉田がまくっていく。関東勢のまくり、2番吉田、続くは8番武藤と、関東勢がまくり切って9番の太田、切り替える動きは3番の清水、まくった2番の吉田、そして8番の武藤、もう一度インコース、9番太田曲がっていく直線コース、2番の吉田まくりを決めて8番の武藤が迫ってくる。関東勢1着争い。ここも思い切って攻めてくるか、山崎が後ろからゆっくり上がり、それに乗って3番金賀と好調し九州コンビが上がっていく。それを警戒する6番中野、さらには8番吉田も踏み上がり、やはり吉田、8番の吉田と6番中野先行争い。吉田の後ろ5番の増木は離れて一旦中段迎えれるのか、しかし吉田も踏み込んで6番中野がそれを突っ張ります。2番の新田と北日本勢の突っ張り先行、少し前を空きながら5番の増木が中段から、九州勢はまだ後方のうち先行勝負、6番中野もまくり発進、5番の増木踏み込んで1番平原追走、関東勢が捉えていき、それには4番松本乗っていき、九州勢が後方からまくってくれ、9番山崎、3番金賀と外踏み上がってくるが、5番の増木、そして1番の平原、打ちついて4番の松本直線コース、5番の増木先頭、増木が先頭抜け出していき、5番の増木、内4番松本、外は1番平原。それとも叩けるか犬伏、自在に立ち回る7番の清水と仕掛けを見せて、残り2周の赤番、やはり吉田は引かずに突っ張ります。一旦上昇した犬伏も後方に下げて、早めの先行は4番吉田、マークは9番増木、1番平原、6番の武藤、その後ろには5番の古生、
そして2番の犬伏はまだ後方の位置、先行吉田が逃げて、どの位置から増木が踏み込んでくるのか。逃げる4番吉田、番手は9番増木、まず仕掛けたのは7番の清水。清水がまくっていき、それに合わせて1コーナーから発進していく9番増木。増木の2段掛け、1番の平原と7番の清水がもつれ、後方から2番の犬伏が外踏み上がり、5番の故障も合わせて発進してくるか。9番の増木、増木が後ろをちぎっていく、後ろを引き離して直線コース、増木匠後続をちぎって優勝。9番増木伸びてきた、5番の故障